説明しよう。アマングアス鬼ごっことは、アマングアスを使って行う鬼ごっこのことである。鬼は1人、鬼はスタート直後に鬼しか使えないダクトに入り、自分が鬼であることを申告しなければならない。鬼はダクトに15回出入りしてからチェイスを開始する。市民は視界が広いが、鬼は視界が極端に狭い。鬼はサボタージュを使うことはできないし、ダクトで移動することもできない。鬼は残り1人になるまで市民を殺すことができれば勝利となる。市民は鬼に殺されないように逃げ続けなければならない。市民は死体を発見してもレポートできないし、緊急ボタンを押すこともできない。市民は全員が自分のタスクを完了させることで勝利できる。アイアムグーメイはどうなった。この感じは、この感じは誰だ誰だよ、早くお入れや、迷惑だぞ。俺だ。お前かい。ポケット Wi-Fi か。いや、ポケット Wi-Fi だ。じゃあ、あれだ、ずるいんだよ。すぐ入んねえから、クールタイムちょっと伸びんだよ。え、それず、それずるくない？出てきたら速攻殺されるんだよね。出てきたら速攻入るっていう、ちょっと認識、共通させてもらっていいですか。勘弁してくれよ。手に見せてるの見えないんだけど。あ、ちょっとアドミンの方行ったっぽいですけどね、大丈夫ですか。逆に死ぬタイムだな、もはや。まあ、殺されたらどんまいぐらいの感覚でいこう。よし、まあ、そうっすね。それが一番最初はね、初手は殺されていいよ。初手、初手殺しか、初手、殺されました。ユースさんが希望は叶ってました。アッパーエンジン方向に行きました。今殺されたよ俺。知ってる知ってる知ってる、うん、そう、殺されてるとこを僕は目撃してるから。ナイスです、ナイスです。全然うまくなってない。うわー、なんかいる。じゃあこれね、やっぱやられてからがうまい。アドミン行ったぞ。あ、私だった。アドミンやべ、あれだけいて私だったのか。アドミン張っとるやん、あいつ。あいつガチ迷惑だよな。アドミン張り、やばいわ。ああ、いてえ、アドミンだ。ちょ待って、ピングのさ、ピングのなんか400みたいなやつめっちゃ遠いわ。すげえ距離殺されるもん。今絶対ショートじゃねえ。今絶対ショートじゃねえよ。え、あのね、スーパー。アイスキャロットさんいますね。いや、あいつスーパーロングの距離してる。やばいっすよ、だって俺ストレージから飛んできたの見ました今。でもタスク終わった。頑張れみんな。めっちゃ私はチェイスしてます。てかさ、あいつアドミンに張りすぎてアドミンに3つ下やんだけど。え、4つだ、4つだ。アドミンに下が4つあるぞ。あいつらにしてる。おい、だってこの死体だって私、だってユウさん飛んだのこの距離だったぞ。そうそう、私から見て。そうだったよ。ああ、そう。右端くらいにいるユウさんが左端の私を殺したんですよ。あ、確かにそれぐらい距離だった。そう。え、あいつ、まあ、あいつ、ちょっとポケット Wi-Fi のピングマジで迷惑なんだけど。やばい、お母さん。これも。あ、どこだどこだどこ行った。でもお母さん、お母さん、お母。長い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 。お前やばい。やばいだろ。おい、お前ピンクふざけんなよ。ピンク400のさ。ピンク400のインポスター最強説だわ。ユウさんの視点だとどんくらいの距離で殺してる？え、普通に視界の範囲にちょこっと入ったら。マジで？だからこのくらいですよね、多分見えてる。俺とアカンさんぐらいで。どんくらい？多分アカンさんの今の距離ぐらい。そうですよね。あの、我々から見るとこのくらいの距離なんですよ。そうそうそう、アカンさん。リポートの場所が邪魔すぎる。わかる。それ超わかる。さて。インポスターは。あー、誰か。あいち。はい、白。アニー。白い悪魔、白い悪魔、アニゴフみたいなやつや。ゴー、やばいやばいやばい、下平家だ。シーチ、あーさあ、久々にやってるとだんだん上手くなってるぞ、俺も。本当に本当かこれに上手いとかあるこれ上手いとかあんまない気するけどな。いや、これ上手くなってるな。おー、行こう、Here we go! ちょっと運ゲー要素強いんじゃないかな、みたいな。まあいいか。へいへい、いいんですけど。速攻で死ぬぜ。殺されたら、いや、絶対うまくなってんだろ、それ。それはアイトル、アイトルどこで死んだ。やばいやばい、何を言っているかわかりません。お、ふざけんな。アイトル、あなた今どこ。私は今ゴイさん頑張って。あ、誰か途中で殺されてるっぽいな。
違うよ、ここ行きたい、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 俺が追いかけられたんですよ、ゴイさんの代わりにナイス徳澄、死んだわカフェテリア、どっち行ったのか分かんねえの、怖え、カフェテリアからどっち行ったかのか、多分右行ってたと思う。右、ナイス情報。漬物さんをさっきね、右の方で見たから、いい情報。なんか黄色い幽霊がいたな今。すげえ、すげえ、かっこいいな、これ やるといいよ、クソ面白いよこれ本当に。よしよし、メールタスクは全部終わって、あーあー、カフェテリアからアドミンに行くとこで殺されたアドミンね、ヨシさんもね、ぜひね、参加して、僕も終わったから、ね、終わったからね、あのスマホを見ながら、じゃあまずいのではナイスですみんなやっていいんだよ、カズーラスあいつ楽しそうに笑うなだって面白かった今の、怖え怖え、おお、あ、リュウさんか、よかったあいつ俺にめっちゃビビってるぞあいつ俺にめちゃくちゃビビってたぞ今、いや天然の外役現れたからビビって野生の伝説のポケモンみたいに言うな野生の外役が現れた。よし、助かったぞ。俺、あと逃げるだけや。あと逃げるだけや。いやーナイスあ、でも、これしても無駄が間に合わねえな。ナイス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 。インポスターはどうだろうね。さあね。インポスターはね。よいしょ。だ。はい。オッケー。紫ね。うん、紫か、うん。紫人ね。ち。お。血が紫じゃね。エージェント。血が紫。血が紫はダメックステージだ。ガメラの血は皆さん緑色ですか。十二。マジっすか。十二。知らなかった。ダメックステージじゃないの。ダメックステージだけだと思ってた。ダメックステージ紫。紫だね。ダメックステージ紫だ。十九。二十。あ、ダメックステージで紫だ。ピッコロチ紫でしょ、確かに紫ですね、紫、うん、紫人じゃん、あ、じゃあ5つ下に1、エレクトリファ、あ、エレマジでリュウさん下行かない方がいいと思う、エレクト、じゃあストレージ、ストレージリュウさんはゴリ押しますよ、コインさんリュウさんは基本ゴリ押すタイプなんでね、行かない方がいいとか言われても行くんすよ、マジか一番嫌いな位置だな、ここマジか、ダメだな、これもうあれだ、マジで死にやすい、追いかけっこ無理だな、よいしょ、逆にピングが低いせいで追いかけっこが無理になってる高い人に対してちょっとあんま使えよ、結構通信環境いい人フリーのゲームなので、もしかして今あの端的にユウさんから逃げちゃったわあユウやべ、お母さん、あ、ウエポンズの方にカフェテリア側からウエポンズの方にユウさんを追ってやめてよピンク怖いからやめてよその動き、怖いな味方なのに殺意を覚えられてるんです、あのカフェテリアにいます、あれ、アドミン側行きました、ストレージとかの、ナイスです、タスキング終わりました、私タスク終わった、終わった、あれだな、アイフォンキング遅えなキング200タスキング終わりましたよ、私じゃあちょっとあの漬物の必殺デッドバイデイライトの呼吸1の方やろうデッドバイデイライトの呼吸1の方、ここよし、タスク終わったここデッドバイデイライトの呼吸1の方、リュウお前には無理だ、どっちか殺されるからな、それ、あー殺された、今のはそうだ、リュウさんが悪い、今のはリュウさんが悪い、デッドバイデイライトの呼吸無理だったわ、リュウさん大回りしすぎっすよそれ小回りが効いてる、よし、分かんなくなったよ、お母さんや、いや結構ね俺ね、いや違うんだよ、負けねえ、はい、ここは俺が守る、間に合う勝っただろ、よし私できた、ナイス、ナイス、俺が守るって死んでたら負けてたね